終わり朝日市立図書館は、愛知県終わり朝日市東大道町にある公共図書館。終わり朝日市文化会館に隣接している。1981年4月7日に開館した。2016年度末の蔵書数は213,843点。2016年度の貸出数は618,558点だった。 2016年度末の終わり朝日市の人口は82,997人で、あるため、住民1人当たり、貸出数は7.5点だった。1957年10月には、東カス外イ軍日町に、朝日町公民館が竣工し、内部に公民館と書室が設置された。 図書室が置かれた終わり朝日市民会館1970年に東カス外軍朝日町が市政施行して終わり朝日市となると1973年11月には終わり朝日市民読書クラブが発足。同年10月には終わり朝日市民会館が開館しており、12月には公民館図書室が市民会館に移転して市民会館図書室となった。 1974年には図書館の建設が盛り込まれた終わり朝日市総合計画が発表された。1978年4月には図書館の建設計画を開始し、1980年1月30日には建設工事に着工、11月30日に竣工した。この間の9月には移転準備のために市民会館と書室が閉鎖されている。設計は 石本建築事務所名古屋支所。施行は安藤建設名古屋支店。工事費は1億8700万円。1981年1月から蔵書の移転作業を行い、3月には終わり朝日市議会で図書館条例が制定された。終わり朝日市民会館は老朽化により2015年3月に閉館となり、2018年5月から2019年2月に、 取り壊された。図書館に隣接する終わり朝日市文化会館1981年4月7日に開館式を行い、4月8日に図書館業務を開始した。開館当時の蔵書数は約4万冊。1985年9月には移動図書館社、ひまわり号を購入し、11月に移動図書館社の巡回を開始した。 1987年7月には読書感想文コンクールを開始。同年10月には小説家の大内美代子を講師として隣接する終わり朝日市文化会館で第24回本に親しむみんなの集いを開催した。1990年6月には祝日会館と夜間会館を開始し、会館時間を10時から20時とした。 同年11月には、市政施行20周年、図書館、開館10周年を記念して、図書館フェア90を開催した。1992年4月には、開館時間を9時から19時に変更している。1995年6月には、愛知県図書館とコンピュータで結ばれた。1996年1月には、CD とカセットの貸し出しを開始。 1994年1月には、図書館協議会が、先進都市の図書館として、壁南市民図書館を、1995年2月には、刈谷市中央図書館と東浦町中央図書館を、1996年2月には、犬山市立図書館と高見ヶ原市立中央図書館を、視察している。図書館の入り口2001年8月には、移動図書館車の運行を終了した。 2002年4月にはビデオの貸し出しを開始。読み聞かせのためのスペースを求める声が強かったことから、2003年7月には2階に、ある50平方メートルの会議室をお話の部屋に、改装した。2004年4月には広域貸し出しを開始し、瀬戸市、愛知郡町区手町、名古屋市森山区の在住者も、考え貸し出し可能となった。 同年10月1日にはインターネットによる蔵書検索や貸し出し予約が可能となった。同年10月18日から2005年3月30日には事業費3160万5000円を投じて、閉鎖書庫の増築と耐震補強工事を実施している。2009年2月からは、終わり朝日市立図書館、瀬戸市立図書館、長久手市中央図書館、日清市立図書館、 アイチ科カ大学総合学術情報センターの各図書館の連携事業として健康支援事業メリーラインの活動を開始した。11月14日にはメリーライン加盟館が持ち回りで健康講座を開く図書館健康リレーとして終わり朝日市立図書館で健康落語が上演された。2010年4月には広域貸出を日清市在住者に拡大している。 2012年1月にはセルフ貸し出し機とブックリテクションシステムを導入し、同年3月には IC タグによる蔵書管理システムの運用を開始、同年8月には雑誌スポンサー制度を導入している。2013年4月には市内8カ所の地区公民館でも図書の返却が可能とし、2014年12月には地区公民館での予約図書の受け取りを可能としている。 2013年7月には、第2、第4月曜日も開館日とした。増加し続けていた、児童書の貸し出し数が2011年には、減少に転じた。子供の読書離れを食い止めるために、2014年7月には、読書通帳を導入し、市内に在園する園児、在学する児童には、全員に配布した。2015年10月には、セルフ返却機を導入した。 床面積865.68平方メートルの1階には、一般書書家、自動書書家、閉鎖書庫、事務室などがある。床面積527.57平方メートルの2階には、参考室、市長覚室、映写録音室、お話の部屋などがある。終わり朝日新馬元町には、市内唯一の式内舎である、渋川神社がある。渋川神社の住職だった。 長券、竹彦の遺族に寄贈を受け、2009年2月には長券竹彦文庫を設置。同年6月には文庫設置記念講演会を開催した。医学、食運動、心など、健康に関する図書や、医学の専門書など、約1万点を所蔵している。終わり朝日市は2004年に、終わり朝日市健康都市宣言を行い、市を挙げて、 健康に関する取り組みを行っている。ありがとうございます。